こんにちは、ちえです。今日はですね、いや久しぶりにトモキがね、東京に来ているので3人でコラボレーションまた実現しました。お待たせしております。ありがとうございます。皆さんからのラブ。ですね、それで今日は何をするかというと、うん、もう実はね1本撮り終わったんだよね。そうそうそう、うん、1本目は、うん、私たちの最近のお気に入りを、そうです、みんなで持ち寄って、うん、この中身をすっぴんの状態でご紹介しています。飾るという。そうそう、そしてこれから何をやるかというと、うん、お互いのメイクアップバッグをスワップして、うん、交換して交換してやっていく、メイクをするっていうのが普通だったねメイクをするっていうことをやっていきます。そう、スキンタイプが全然違うし、スキントーンも違うので、まあね、明らかにね、ファンデーションの色とかが違うっていうのはあると思うんだけど、うん、いつもねお互いがこう気に入って使ってるものはどんな感じなのかっていうのを実際に肌で感じていこうと思います。皆さんにはその違いをお楽しみいただければと思います。はい、はい、ですごく長い動画になると思うので、うん、私の動画ではベースメイク、コンタリングまでをご紹介します。その続きはこっちに来るから、ゆうちゃんのとこに行くから、セットで、そう、ぜひこう3本全部見ていただきたいですね。そう、そう、お気に入りについては詳しくはともきのチャンネルでやってるので、はい、ぜひ今夜はか今朝はか分かんないけど3本同時に、同時じゃなくて、うん、同時は無理3本ね、はい、連続してご覧ください。はい、それでは早速始めていきたいと思います、うん、ではスワップ。そう、誰が誰のを誰が使うか言わんと。あ、そっか、私はトモキのを使います。イエス、オッケー。で、私のをヘヨちゃんが使います。これはね、面白いことになるぞ、これはそして、色白のエミちゃんのやつを色黒のトモキが使います。ハッシュタグ大惨事本当それ、本当に。はい、それではレッツよし、やるよ、もうやるよ、見切り発車っていう。はい、ほいでは皆さん準備はよろしいですか。ほい、はい、やるでー。うん、なんかチェさんがベースを忘れたんで、すいません、ベースのみ、ちょっと私のね、はい、アンブリオリスをいつも使ってるやつ。でも私も好き、うん、言ってたね、うん、言ってた言ってた。始めます。はい、始めます。ほいではあ、そう、内容についてはそこまで詳しく言っていかないので、うん、先ほども申し上げましたが、ともきのチャンネルをご覧ください。お待ちしております。プリマビスタ、これ小さい方だっけ、大きい方だっけ。これはフルサイズだと思います。フルサイズか、うん、すいません、私今日頻繁に水飲むと思うんですけど、うん、薬の副作用で非常に喉が渇くのでお許しください。ね、皆さんどうですか、今のこの季節、季節の変わり目、私も鼻が滝、それ、昨日鼻が滝すぎてやばかった、うん、ね、やばいよね出しすぎ、結構あれだね、やばいやばいやばい、ちゃん、めっちゃ耳鳴りしてる。そう、耳鳴りをしてる時は宇宙人からの更新らしいこれアンテナもしかしてI believe that でしょ、うん、私宇宙人とか信じるから。私もめっちゃ信じる。私としてそれが多いの、耳鳴り系。私も多い、なんかあっみたいなのが多くて、ふん、皆さんその UFO 系情報ある方は下に声をください。私見ました。何で見た、見た、私も見た。いいよ、先にどうぞ大丈夫、なんかそんな面白くないからまさかの宇宙人ネタから始まるいや、私大好きそういう話。私も大好き。あります、どうぞ。どこで見た、沖縄。沖縄、うわー濃いな、おい。沖縄でいつ。沖縄で高校生の時に、高校が終わって、公園で友達と喋ってたら、もう結構暗かったんだけど、明らかに遠いんですよ、うん、遠いってことは離れてるから、このちょっと進んだだけでも実際の距離、移動距離ってすごい大きいじゃないですか。それが尋常じゃない距離を一瞬で進んだんですよ。バッて空に、空の、ね、しかもなんか動き方が超ランダムで超ジグザグに動いてて。トモキ、はい、 100% UFO やと。そうだよ、あ、やばいやばいやばいってみんなで言いながら、うん、携帯で撮ろうと思ったけど
小さすぎて映らないっていう、あのね、大体遠かったりね、撮ろうと思った時にいなくなるもんね。そうジグザグって絶対だな。ジグザグそうだよ ね、 これめっ でもそうでもない、カメラで見ると全然大丈夫じゃない。全然平気だし、うん、これ私すごく合ってますかもしれない。よくない、いい、シュウウエムラのそれさ、あでもツヤ肌好きじゃないって言ってたの。いやでも私、うん、だってあれじゃんね、これ映ってる、めっちゃ面白い。まあまあまあ想定内なんですけど、うん、あのツヤ肌好きじゃないですけど、でもほらプログローを使って、うん、ああそっかそっか、で上からあのパウダーでマットにしてるので全然。あこれすっごいすっごいね、いいよね。なんか香りもちょっとしますか。なんかさらっと、うんうん、ほのかに。全然カメラだと大丈夫だな。でも直近で見るとちょっとラッツめっちゃめっちゃくすんな、これくすんだ違います、えリスニング力低ー、めっちゃ密着するなっつそう、本当にね、リスニング力低いの低マジで。これすごく、あ、これいいね色ね、そう思ったよりなんかフルカバレッジじゃないから一応つけて見えるけど、うん、OK! I love this foundation so far! This... なんだろう、いいよね、このオイル感。 SPF45PA3+ いいよね。日焼け止めいらないでしょ。うん、いらないでしょ。すっごい綺麗じゃないですか、見て Without like no concealer 綺麗、ライトバーブだからね、光っとるね、うん、あ、すごい綺麗どうしたどうしたの、光っとうよな、肌白いよ、やっぱりあー okay. OK NEXT コンシーラーね、出した方がいいとこある、どっかに。別に全然大丈夫、私メイクの仕事してないんで Girl Look 何 What am I concealing? OK、 なんかさ、うん、ファンデより暗いというの意味ねえべ、これファンデより暗い、それほら伸ばしてみ、伸ばしてみ、あそう UFO ね、 UFO 私はねネバダで見たねえ、もう本物やん。そうだと思う、あのねラスベガスに行くまでのあのもうめちゃくちゃ長い一本道があって、うん、砂漠の中をずっと4時間ぐらい走るんだけど、うん、3時間ぐらい経つとさ、うん、もう寝るしかないねみたいな感じになってくるんだけど、みんなぼーっとしてたのね、うん、でぼーっとこう空を見てたの、運転手以外、うん、そしたらみんなで一斉にあって言ったよね、もうビンビンビンっていなくなって、 Do you see what I'm seeing now? マジでいいな、また信じてるけど見たことないんだよね。あ、そうなんだ、うん、今見てるの、みんな見てるみたいな感じがあった。私このシューめっちゃいい、このファンデ、ね、いいよね。あの本当にエミちゃんさ、Look up それこそ Do you see what I'm seeing? すごくない、めっちゃいいのよ。私これ買うわ、ね、しかもさ I think this is my shade。 そう Is this the latest? No 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 まだある、すっごい明るいのもある。あ、これ新しいじゃん、これすごい。開けていいですよ。いいの、うん、本当。じゃあチエナのおすすめのベッカ、なんだ、なんつったっけさっき、ハイドラミスト、水を、なんつった水をが半分以上入っていて、うん、あとグリセリンが入っていて、こうつけた瞬間にあの濡らしたブラシでつけてるケアたしって思う。あ、もしかしてそれでつける、あ、でも先にちょっとブラシでつけてみて。 OK マシマシになったかしら。メイクアップオイバーのパウダー、これいいよね。すいません、新しいのを手付けてしまい、昨日緊張しました。めっちゃいいです。え、ほんとだー、ねえ、わかる濡れてない、濡れた、濡れるでしょ、変な感じなのよ。え、だって冷たいもん。うん、なにこれ What is this? ね、面白いけど、うん、え、このアンダーアイめっちゃ黒くない、これってさ、Is this because of the concealer? Yeah, I think so。 で不満を作るっていう新しいメイク、逆にあ、思ったより悲惨じゃないかも。うん、全然 See? うん、そうじゃん。え、何これすっごい面白い、ずっと濡れてんだ顔、ね、そうなのよ。
面白ー。これってこれで合ってる？うん、いいよ。面白い。何？ずっと濡れてんだけど。そうなんだ。2回目。でもこれはマットになるんですよ、本当に。マットよ。どんな感じ？なんかさ、いや、あの感触濡れてるからマットになってるか、僕が。マットなんですよ。見た目マットよ。へー、面白いね。でも、あのね、内側につけてるシューのやつが結構デューイだから。あー、そっかそっか。飛び出してるかもね、うん、すごい、なんか使い方がすごい、なんかすごいドーナツみたい。いやいや、真ん中から取ってくるとそうなりませんか、皆さん。いや、ここまでなんか早いね、これ使うのね、しかもね。柔らかいのかな。黒いでしょ、私。いや、え、全然ジューシー。え、look、ほら、こうなるんですよ。エミちゃんは濃いめのね、キャットボンティーノ使ってっから、この人。あ、じゃあこっちにしたらいいってこと？こっちの方がもっと濃い？どうだろうね。いや、あのインテンスじゃないんですよ、あのジュエのやつ。結構本当にね、柔らかな。柔らかな。柔らかな。私の辞書にないキーワード。陰影を。ちょっと私ソフトなみたいな。実際に見ると私の顔オレンジになってきてるからね。おいしい。ヨーロッパイコンパドン。あ、でもやっぱ私これ黒いよ。ほら、うん、やっぱ黒い。ほら。あのカメラでは全然見えないけど、すげえ黒いね。Okay, yeah, this is my shade.今ね、なんだか濃いね。でもいい感じじゃない？髪の毛もちょっと今色が抜けてきて、明るくなってるから、ちょっと、いや、OK、This is your チーク似合ってるよ。なんかアホみたいになった。似合ってない。あんたさ、眉毛これでやれって。これでキャラメル。こんな顔なの私。大丈夫。もうさ、パウダーでやるの、まずどんだけの無理。ダメ。だってさ、二人ともシャープな眉毛描くもんね。そう。そうでもない。そうでもない。シャープだわ、それ刺さるわ。今はね。今はね。Girl, how do you draw brows with this brow? めっちゃいいんだよ。だってさ、ここどうすんの？めっちゃ太くないこれ。そこはペンシルよ。あ、そっか、うん、でもさ、あれだね、固めだから、そうすごい色がパッと乗るね。うん、とても良い。うわブラウンだね。うわどう思うっけ。いろいろ工事中なので、いろいろ工事中なので、今ベッカのパウダー、うんうん、あのあれだって、目の下のベーキングには良くないって。めっちゃこっちは綺麗かもしれないけど、なんかベーキング向けじゃないかもね。だってベーキングのプロが言ってる。Do you bake? No. ね。Why not? I don't have. Girl, you just put the powder. 時間がかかるからやんないのかな。なんか必要性がわからない。うん。でもあれやっぱやると全然。目の下のさ、崩れが違う。目の下そんなに崩れないんですよね、そもそも。あ、そう、目の下私もあんまり崩れない。鼻は崩れるから、夏鼻ベーキングしたりとかするけど、うん、そう、目の下すごい崩れるっていうもんね。あ、あれなんでやろうか。ここもね、油田らしいよ。その油田というか、水分と油分の個人差が多いところ。らしい。出る人はすっごい出るっていう。あ、コントは塩、何ぼーっとしてるかしら、私。トム・フォード。これ濃いんだろうな。でもそうでもないか。久しくこんな色でやってないよ、私。お試しあれ。オーマイガー。おお、綺麗ですよね。うん、もはやチークにも使えるんじゃないか。本当だー。
でもね、濃いね、やっぱり、ね、私だとね確かに、うん、ブラウンチークみたいな、おぉいいよ、綺麗だよ、うん、色が合ってないって、うん、黒髪の人でもさ、結構そういう色でやる人多いよね。私それポリシーに反するんですよ。ポリシーに反するそうです。髪色お前黒髪でなんで眉毛が茶色いわけねえだろお前同じ毛だから意味わかんないですよ。あざだから茶色でやる意味がわかんない、うん、今日はそういう文句を言わないんだ私はだってちえさんが使ってるのそのちえさんのような今日はね眉毛をね茶色なのに真っ暗なちえさんになるそうちえさんになる小林さんは今日ちえさんになる結局ね本当はまでとか言ってたけど眉毛もチークも早いともやりますやりますちょっとね時間配分ね愛が多分やたら時間かかると思うのであれハイライトとこれかそう Yes bitchI hope you like it, girl! え？え？よくね？どう？直で見た時もちょっと白く見えるかな。ゆみちゃんぐらいの顔色だと綺麗かも。ほらほら、綺麗綺麗、ほら綺麗。ほら綺麗。ほら綺麗。I might need like five more layers. なんかバチコン言うやつじゃないから、ね。そのそうインテンスなのが好きじゃない人はこんぐらいがいいかもしれない。うん。久しぶりにこういうジェルタイプのやつで眉毛描いた。どう？あれいつもなんだっけ？最近ずっとペンシル使ってたんですよ。ペンシルのみ？のみ、のみ。いや、ですね。自然。自然だよ。まあ、いいね、やっぱね、これね。ジェフリーがいかに、うん、あの、インテンスかわかりません。いや、本当に。直で見たらすごいと思うよ。うん、ってなると思う。だから、ほぼドラッグクイーンのメイクですよね。うん、そうそう。鼻高くしてる。ガール。ゆみちゃんがナチュラルで受けるそうですね、ナチュラルメイクをやるだけで笑いを取るだって当たり前のことをしてるんですけど、そうなんか違うっていう、どうかしらなんかこのめっちゃオレンジ、そう、あのカメラにこの映りきらない面白さ、めちゃくちゃオレンジ。ゆみちゃんナチュラルだよ。あ、そうですか。いたって普通。いたって普通。本当。すごい私は眉毛が今濃くてオレンジで。少年のような眉毛をしてる。お前一番なんか普通じゃない？色を除いては、うん、ここの辺の色を除いて。しかもさ、そんなにさ。だってこれ全部塗ったもん。このパレットのこのカラー顔全体に塗ったからなかったことにしたという、はい、ここまでははい、ここまでご覧いただいてありがとうございました。続きはアイルックをね、ゆみちゃんのチャンネルでやっていくので引き続きお楽しみください。お楽しみくださいませ。ここまでありがとうございました。退職する人みたいな今までありがとうございましたみたいな、はい、続きはゆみちゃんのチャンネルの方に上がっているので、はい、そちらでまた皆さんにお会いします。はい、お会いします。ありがとうございました。バイバイ。じゃあね、バイバイ。バイバイ。無理やりっていうはいはい、続きはそちらのチャンネルでお会いしましょうどうやって終わればいいんだろう、これどうやって終わってるんですか。あ、じゃあそうすればいい、わかった。はい出発しすぎて、はい、締めよう。じゃあ、締めよう。また3人でコラボできるといいねみたいなこと言ったらいいじゃない、うん、そうだねまた3人でまた3人でコラボできるといいね
言わされてるか悲しい感じになって